はい、お疲れ様です。今日は8月16日です。はいはい。で、今日はね、朝練です。今日は邪魔されないようにしないとね。前回やった時はですね、邪魔されて落書きをこう共有した譜面にされてしまいね、若干妨害されてしまいましたので、今回はそんなことないように対策を練ってあります。共有ってやった時点で書けないようにできると。できます。さらにもう一台パソコン持ってきて、これでも入り、ちゃんと画面見れてるかとか一応チェックする。入念に万全の体制で。おはようございます。9時半になりましたら、イヤトレとサイトリーディングやっていきたいと思います。では、言いましょう。2番いきまーす。ラスト10番いきます。じゃあ、イヤートレーニングはこの辺にして、サイトリーディングの方に行ってみたいと思います。で、おすすめはですね、この8フレット付近でやるのがいいかなと思います。さあ、ここで前回私は落書きをされてしまったので、これでいけないね。はい、少々お待ちください。今画面共有します。あれ、言うこと聞かなくなっちゃった。すいませんね、少々お待ちください。今日パソコンがなんか重たいな。対策を練ってたんですよ、今日は。いたずら書きされないような対策を練ってたんだけど、パソコンが今度は言うこと聞いてくれなくなっちゃった。あれ、お、いけるかな。行ってない。あら、なんだ、ちょっとうまくいかないじゃないか今日。あれ、どうしよう、共有いかなくなっちゃったな。もう一回やってみます。あ、全然いかないですね。もうちょい頑張ってみる。うん、うまくいかないみたいですね。じゃあどうしよう、イヤトレやるか。すいません、ちょっと画面共有今日うまくいかないみたいなんで、再びイヤトレをちょっとやろうかな。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんで今日は画面が共有できなかった。パソコンが重たかったのかな。一応3つ目の画面もこう外したんだよね、途中で。なんかカクカクしてたから。でもダメだったな。対策ちゃんと練ってたんだけどね、落書き防止はね、できてたんだけど、残念。重たかったんだな、きっと。また来週頑張ろう。こっちのパソコンで入ってたわけだから、こいつにホストを譲ってこっちでやらせればよかったんかな、画面共有。そういう手もあったか。はい、で今日はですね、こちらでレッスンがありまして、でオンラインレッスンもあったんですけど、ちょっと急遽日程が合わなくなっちゃったっていうことで、キャンセルになって、で夕方また出張ですね。やっていきます。生徒さんはね、暑い中来ますから、部屋をキンキンに冷ましといてあげないとかわいそうですから。
はい、レッスンがねとりあえず終わったんですけど、体験レッスンオンラインの入ったんですよ。朝、そういえば初めてオンラインの体験レッスンね、ありがたいことに。で、Zoom がちょっとあんまり使えないって使ったことないって言ってたんで、とりあえずスカイプでお願いしますということで、とりあえずスカイプでやるんですけど、まあちょっと Zoom の方がいろいろできるから、カメラ変えたりこうなんか画面シェアしてとか、まあスカイプでもできないことはないけど、そうだな、音質とかのチェックがまだ自分ができてないんで、 Zoom を推奨したいんでね、できれば。なのでその辺も体験レッスン中に設定というかやれたらいいなと思っております。はい、オンラインレッスンの体験終わりまして、出張、今日もね新宿のスタジオのですね行ってまいります。はい、戻ってきまして、今夜の Vlog のね編集をずっとやってて、今書き出し中なんですけど、現在11時ということで、間に合いませんでした。今日なんやかんや忙しくてね、朝からこう朝練もあったし、編集する時間がなかなか、なくて、帰ってきてずっとやってたんだけどね、間に合わんかった。はぁ、まあ、とりあえずね、書き出しして、チェックして、アップして、一発 OK だったら、今夜中にはね、アップできるとは思うんだけど、なんかミスってたら、やばいね。今日長いんですよ、動画が。20分ぐらいの動画なんで、もうすぐ書き上がります。で、カルテもね、結局この作業してたから、まだ書けてないんだよね。日曜日結構きついね。チェックします。で、一発 OK であることを期待して、アップロードも同時にしておく。じゃあちょっと右手のトレーニングをちょっと紹介します。左手はミュートして、ちょっとなんかミスってないこれ、まさか、うわミスって、どうしようどうしようかな、とりあえず一箇所ミスってるな。とりあえず続きを見よう。ちなみにこのギターは B から B のチューニングです。もう一個エラーあった。やっぱり字幕、やっぱり字幕うまくいかないんだよね。もう一回書き直してアップだから結構危ないね。ギリギリだよ、きつい。字幕がうまくいってない。ほんのちょっとしか入れてないのにね。これで大丈夫かな。一回書き出し、また明日。書き上がりを待ちます。あと 34% 急いでくれ、もう11時半だよ。あと 12% あと 10% 99% 38分来た。
速攻アップで速攻公開だな。これは一発 OK であってほしいけど、直してるから大丈夫だと思うけどな。とりあえずアップしてさっきダメだったところをチェックします。まずイントロ直ってる、そして字幕直ってる。よし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 、アップロード自体は間に合ってますが、多分処理が結構時間かかると思うんで、それが12時前に終わるかどうかだね。 HD の方での処理は多分間に合わないと思うから、仮に画質が追いついてないとしても公開にはしないといけない。はい、とりあえず公開になりまして、ちょっとかかりすぎてるな。アップロード Wi-Fi 切り替えてみようか。うん、ネット切り替えてちょっと速度上がったね。よしよし、あとは公開設定にしたけど処理だね。 YouTube 側の処理がどれぐらい時間かかるかってことだな。疲れた。もう15分前にしてアップが終わり、処理が始まります。おそらく間に合ったと思います、今夜中には。11時はちょっともうとっくに過ぎちゃったけど、はい、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。日曜日忙しいです。うん、移動もあったしね今日は。で、レッスンカルテこの後やっていきます。疲れたな。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。